では、えー、今から、えー、と走ったり止まったりする中でいいいいかかに隙間ととううももののが大事かというものを説明していきますで、まあ、練習の中で走る中でシャトランみたいな練習っていうのは結構重要でというかやったりするチームもあったりするかと思うんですが、まあ、コツ一つというかやり方一つで全然なんですか、ね、や,りやった感はあるけど実際 プレーの中に生きるとかあとはまあなんか心は鍛えられてるんだけど動きが実際どうなのとかっていうところがあったりとかすると思うので、えー、シャトランの簡単なコツというかっていうのを紹介しつつじゃあそれが実際にボールを使ったりだとかあとは守備の中でどう生きてくるかっていうのをまず説明していきますよくあるシャトランをちょっと今僕やってみますんでここから今ペナルティアゴールエリアかの端から端までちょっと走ってみたいと思います走っていて ああって言って、っていうような走り、走るシャトランっていうのを結構やると思います。でも、あんなにバタバタ切り返したら、試合中何もできないっていうことがありますし、今ちょっと今、結構我慢して喋ってるんですけど、ちょっと走っただけでも、息が上がって喋りづらいです。一回深呼をします。はあ、みたいな。で どうやって欲しいかっていうと、散々今減速の話をしていて、減速するときは、息を吸って反対側の意識を持つことで、えー、エンジンブレーキをかけて、最後はふわっと止まるっていうような話をしているんですけれども、例えば、シャトランも目的地が決まってるので、うーんってやるだけでふわっと切り返せますし、ふわっと行けば、もう一回、 行くこともスムーズに出るか、できるかもしれないので、まずは、もう角がシャトランの場合は曲がる場所は決まっているので、えー、曲がる場所に近づいたら、息を吸って、ふーって吐きながら、へその向きを変えていくと、ふー吸って、ふーってやると、結構スムーズに何回も切り返しが できるようになったりします。現に選手にこういうことを伝えて、まあもともと走れる選手だったんですけれども、えー、なんかそういうシャトランのテストとかやったら、だいぶ上の方に行った選手とかもいたりするんで、まあこれやるだけで、まず、え止まりやすくなるし、怪我しなくなるし、足痛くなくなるしとか、実際のプレーがやりやすくなるしっていうところは、まずあったりします。で、あとは、走っていく中で、反対側の意識を持てずに、 こういう意識を持ってしまうと、この足で体重を受け止めて出なくてはいけないので、この時に全く隙間ができなくなります。なので、足を動かすっていうような習慣が身についてしまいます。例えば、えー、切り返したりする時も、切り返したらすぐ次の足が出てほしいんですが、バタバタバタって言って、切り返すような習慣が普段から身についてしまうと、 まあ一歩遅れますし、怪我をしてしまったりだとかっていうところに、え繋がってったりしてしまいます。なので、走っていって、コントロールしたら、もうすぐに隙間ができていれば、次の足に乗って、走っていって、ふっと次の足が出ていくような、え動きになったりするので、えちょっとそういったところの、えスピードのコントロールと、 えー、隙間を作っても反対側を向いとくんだよってところは意識しながらやってもらいたいなと思いますでもう一点すいませんフレームアウトしますそういったところが、えー、身についているとキックフェイントとかボールを止めるっていう動作が非常にしやすくなりますでボール扱いが苦手な子っていうのはボールを扱おうっていう意識が強いですなのでこのボールを足で扱おうとしてしまって ボールの方向は変わってるけど、自分の体の方向は変わっていなくて、実際にボールだけ行っちゃって取られちゃったりだとか、ボールを触りに行ってる間は、片足立ちなので、この瞬間に寄せられて、なんか球際が弱いな、みたいになってしまったりします。でも、例えばこうドリブルしてって、うまくシャトランができれば、次の足が自然と動いてくれるので、触った後にもう一回ボールが触りやすくなったりだとか、 あとはうまくいってパンって持ってくれば次の足がすって出てくるようなボールの扱い方になったりだとかっていう風につながってきます守備の時も切り返しもこういう癖がついてしまうのかふわって出てくような癖がつくかっていうところで全然実際のプレーにつながるところが変わってくると思いますなので走りのトレーニングとしてやるのか そういった1個1個の質を高めるためにやるのかっていうのでも、まあ、指導者側の視点もそうですし選手側1つとってもあただ辛い頑張ろうってやるものなのか1個1個の質こんな走ってる中でも高めてやろうぜっていうのところだけで全然変わると思いますどうせやるんだったら自分のために、えー、してほしい選手はしてほしいですし指導者の方もただ運動量を出すっていうことがなんでじゃあ運動量が足りないのかっていうところをよくよく考えていただいて、えー、そういったところまでアプローチしてじゃあ本当に えー、そういったところの質はどうなのかってところを求めながらやっていただけると一石何鳥になるかわからないのでそういったところも、えー、試合に入れつつやっていただけると、えー、一個一個の練習の質というかが変わってくるんじゃないかなと思いますしやっぱり怪我人が減ると思いますどんなに選手がいっぱいいたとしてもやっぱりいい選手だとしても怪我してたら、えー、チームとしてももったいないですしその選手一人一人にとってもすごくもったいないことだと思うので。 せっ,せっかく鍛えれる機会なのであればよりその質を高めながらやった方がいいんじゃないかなと思うので少しちょっと頭の形で見入れていただいてそういうふうに選手はご自身の選手を見てもらうのもそうですし、まあ、試合の中であの人、切り返し早いよねうまいよねとかっていう選手を見てもらうとこういう感じになっている選手が多いんじゃないかなというふうに思っているのでそういった目線で見ていただけると走りっていうものに対する概念が少し変わるんじゃないかなと思うのでやってみてください。